それではここからは整数同士の序算のアルゴリズムそれから計算量の見積もりに関して論じていきます。えっ、ー、とまあ断整数同士の序算を論じる前に、えー、とまず序算というのがその序算の,の計算の逆の計算であることに鑑みましてその単整度整数同士の序算のことをちょっと思い出してみたいと思います。今そののと、y、というのが、まあ 整数で,です、ねまあ、単精度すなわち n 桁だったとしましょう。そうしますと、まあ、x と y の積 xy に必要なメモリというのは、えー、と桁数で言えば 2n 桁、ワード数で言うと、まあ、2, ワード2ワード分のメモリが必要だったということを学びました。えー、このことを踏まえますと、その我々がその扱う 助産の中で、まあ、最も単純な形というのは高々、まあ、その2ワード長さ2ワードの,その整数をですね、えー、と1ワードの整数で割って1ワードの小もしくは上位を求めるという計算が基本になることが分かります。で今ここではその A0A1B というのを、まあ、あの単精度の整数とします。 でこの時に A0 と A1 から構成されます2ワードの整数をその1ワードの整数 B で割りまして,割りましてでその小を 9, あ小9それから R を乗用をそれぞれ1ワードずつの整数とすることをこれからしばらくその序算の整数による序算の基本的な計算にしたいと思います。でこの計算を こちらにありますように。えか、ー、っの qr がその a0a1 という、えー、多倍調数をまあ b で割った演算の結果であるまショート上位であるという形で表記します。で、えっ、ー、とこ,これからのその計算量の見積もりにおきましては、その計算量はこここに論じているその演算ですね。この演算をまあ1単位として計算量の見積もりをします。 それではこれからその単精度整数による多倍調整数の序算のアルゴリズムを示します。でここで入力は多倍調数 A。これは K ワードの整数です。それから単精度の整数 B とします。そして出力としましてはあの、えー、と C と D という出力なんですけれども、まあ、C はこの A を B で割った小で、でこの C はえと K ワードの多倍調数。 それから、えっ、ー、と、D は常用ですので、えー、これはの単精度の数とします。で、えっ、ーまあえー、と、C が小で D が常用ということですから、A イコール CB プラス D、かつ、えっ、ー、と、D の絶対値は、えっ、ー、と、B 未満であるということにします。えっ、ー、と、申し遅れましたが、B は、えー、皮膚の整数ということにします。 でえー、とこちらに示すのがその実際の,その助算のアルゴリズムとなりますで。まず最初に1番目のステップでこちらにありますようにその R ですね。この R というのが乗用、まあ、を格納する部分ですけれども、この R に順番にこの A、えー、と比除数の A の,その各ワードの整数を代入していきます。そして、えー、次にその まあ2ステップ目がその実際の序断のループなんですけれどもこの2番目の A のステップにありますように先ほど説明しましたこの2ワードの多倍調数をこの1ワードの B で割ってその小と乗位を求めるという基本的な序断の操作をどんどん繰り返していきます。まあ、この辺のそののの辺ループの中の演算の仕組みはその 1変数多項式の,その乗用付き序断とだいぶ似ているところがありますのでまあ対応させながらえっと確認してください。それでは引き続き今度はその単精度整数による多倍調整数の除断のアルゴリズムの,あの計算量の見積もりをしていきます。まず最初のステップ1ですけれども。 これは変数 i に関するループがありますが実際にループの中で行われている操作はこちらにありますように代入だけですので今回の計算量の見積もりには影響しません。次のステップ2ですがまずこれは変数 i に関するループがあります。でこの繰り返しの回数は k 回ですのでラージオの k と見積もることができます。 でこのステップ2の,そのループの中で行われている四則演算なんですけれども、このステップ2の A にありますように、先ほど示しましたこの序算が行われております。で、この序算は今回のその計算の基本的な単位にするということでしたので、まあ、これは序算1回と数えまして、でまあ、ラジオの1と見積もることにします。そしてそれ以降の各ステップですね、えー、と例えばステップ2の B では、 これは代入だけですので、計算量の見積もりには影響しません。それから、ステップ3についても、これも代入だけですので、計算量の見積もりには影響しません。最後に、ステップ4も、これはリターン分ですので、計算量の見積もりには影響しません。というわけで、今回のアルゴリズムのうちですね、その計算量の見積もりに影響する部分は、ステップの2ということになりますけれども、これは、この計算量を合計しますと、ラージオの K ということになりまして、 まあ今回 K はえと A の長さでしたので、まあ、あの今回のこの序断の計算量というのはその A の長さにまあ比例すると見積もることができます。で次にえと多倍長数同士の序断のアルゴリズムというのもありますけれどもこの多倍長数同士の序断のアルゴリズムはまあより複雑になりますので 今回の授業では省略しますで詳しい内容についてはここに示しております参考書などに、えー、と記述がありますので興味がある人は参考にしてみてくださいで、えー、と結論だけ述べますとあの A と B を多倍調数としましてで、まあ、A の長さが B の長さ以上である時にその A を B で割る序算の計算量はその A の長さと B の長さの、まあ、積のに関してまあラジオで見積もる。 ことができますそれからこのセクションの最後でユークリット誤助法もしくは拡張ユークリット誤助法の計算量についてこれも結論だけ示しますが A と B を多倍調数とする時にユークリット誤助法とそれから拡張ユークリット誤助法両方ともその計算量はラジオの A の長さと B の長さの積で見積もることができます。